カモメ学園に伝わるとある七不思議の噂。旧校舎の3階女子トイレの奥から3番目、そこには花子さんがいて、呼び出した者の願いを叶えてくれるという。ノックは3階。花子さん、花子さん、いらっしゃいますか？現れたのはトイレの花子くんだった。女子トイレに住まう男の子の幽霊花子くんを呼び出したオカルト少女の八代ねねは、憧れの先輩と両思いになることを願うが、花子くんに止められるも、縁が結ばれる人魚の鱗を飲み、その呪いを受け魚の姿になってしまう。ねねは人間に戻る代償として花子くんと契約し、助手として働くことに。学園の会議に巻き込まれるねねには不思議な出会いが待っていた。半人前の払い屋源光、払い屋で生徒会長の源照、七不思議の一人土ごもり、学園をさまよう幽霊みつば、ねねに近づく謎のイケメン夏彦、そしてお化けのくせにドSでちょっぴりエッチで振り回されるのに、どこか憎めない。人気急上昇中、オカルト少女と七不思議花子くんが繰り広げる学園七不思議怪異譚。呪縛少年花子くん、コミックス第3巻絶賛発売中。コミックス第4巻9月27日発売。呪縛少年花子くんは月刊 G ファンタジーで大好評連載中。